こんにちは、今日はマルチ4時間耐久レースの決勝の模様をここ千葉県の新東京サーキットからお送りいたします。今宮さん、今回のレースの見どころはどの辺でしょうか？そうですね、ジャンプ耐久といえばやはり関西勢が圧倒的な強さを誇ってたんですが、ここ 1,2 年は関東勢が大躍進してます。特に昨日の予選見る限りは、関東勢が上位を独占してますんで、関西勢がどこまで来るか、その辺が見どころだと思います。また今回はですね、予選で非常にいいところにつけている、BRD がですね、前回の優勝に続いて、スタンプ史上初の2連勝を達するかどうか、これも非常にレースの大きな楽しみの一つになってますね。はい、それでは、昨日の予選結果から見てみましょう。今回チャンプ耐久の予選に出走したマシンは39台、このうちの24台が決勝に進むことができるわけですね。まず各社5周のタイムアタックをした後、クラスごとに予選レースを行うわけです。 GP50 クラスはエントリーが多いため AB2 組に分けてます。そしてこの B 組には初挑戦ながら好タイムをマークしてフロントローに並んだチーム辻本がいますね。 AB を通じてタイムアタック上位は常連が占めていただけに、これは大健闘と言ってよいでしょう。転倒、予選レースの転倒はこれは命取りです。この辻本も順調に走れれば決勝に進んでいたはずなんですが、転倒してしまい残念です。そうですね、また北区もマシントラブルが発生して、まさかの予選落ちとなっています。12インチはトップクラスで41秒台とあまりタイムが伸びなかったですね。やはりタイヤにハンデがあるのでちょっときつかったようです。マジカルの予選19番手が最高ですからね。そして今回から新たに採用されたのがスクータークラスの予選レースです。これはどうしてなんですか？これまでは同じ日に行うバトルロイヤルのタイムだけで決めていたんですが、まあ他のクラスと同じ条件で予選をやろうといった理由ですね。数の少ないホストクラスとの混走となりました。ホストではバトルロイヤルで優勝しているネガの福井選手が39秒台で予選16番手と、こちらでもノリに乗っているといった感じですね。結局ポールポジションは前回の境に続いてまたもウィンドジャマーズが取りました。さて決勝当日を迎えたわけですが、今宮さん、コースコンディションはどうなんでしょうか？そうですね、朝方はまだコースはこんな状態だったんですが、今はほとんど乾いてます。どのチームもスリックは入ってますね。こんな風にタイヤウォーマーまで持ってきてるチームもいました。さあ、いよいよスタートです。これはビデオ撮影用のオートボイ車からの映像です。うわ、すごい迫力ですね。この新東京サーキットは1周640メートル、 GP50 クラスで30秒台が出ています。トップで飛び出したのはポールのウィンドジャマーズの足刈選手ですね。2番手にゼッケン2、サーキット秋ヶ瀬、以下 BRD、 木村、アルファと続いてます。足刈選手、驚異的なハイペースです。あっと、ピットイン、燃料系のトラブルのようですね。これでトップに立ったのが秋ヶ瀬の加藤大二郎選手です。快調に飛ばしてますね。あ、転倒。いや、これはますます混戦模様になってきました。そうですね、KRS、スーパーモンキー、BRD、レイトナなどが激しいバトルを展開しています。まさに関東関西がっぷり四つの感じですね。それではこの辺でちょっとピットの様子を見てきます。調子はいかがですか？最初ちょっと空気圧が少なかったんですけども、ちょっと足してなんかパンクするの違うかと思ったけど大丈夫みたいですね。ちょっとスタートの調子が悪くて、あと
の追い上げに頑張りたいと思いますけど。今5番手くらいを走っているようですね。まあもうちょっと行きたいけど、まあ欲張らずにこのままでいいですね。1年前の新東京で優勝している RC エンジニアリングの岸田選手がじわじわ浮上してきます。ピットではトラブルが絶えないようですね。でも半分以上過ぎているのにリタイアが1台も出てないというのは驚異的ですよ。タンカー割れちゃったんですよね。調子はどうですか。ちょっとマシンの方がいまいち吹けないんで、これからどうなるかちょっとわかんないですね。レースは終盤を迎え、1位秋ヶ瀬、2位 RC エンジニアリングの順です。そして3位争いがこの2台で展開されています。おっと、 BRD の井上選手ハイサイド、この転倒のダメージは大きかったようですね。 BRD の2連覇どうやらなくなったようです。一方クラス別のトップですが、やっぱり出てきましたね今宮さん。そうですね、さすがにタイタン、チャンプ4体には強いです。また放送では圧倒的な速さを見せていたデカスピードが総合でも見事11位と大健闘です。福井さん嬉しいでしょうね。終盤盛り返してきたウィンドジャマーズ、RC エンジニアリングがそれぞれ3位、2位。そしてサーキット秋ヶ瀬の NS がトップをひた走ります。ゼッケン2番サーキット秋ヶ瀬、加藤大二郎選手今トップでチェックアウトを受けました。てなわけで幕を閉じたチャンプゼロ班耐久レース、今回も関東勢の上位独占に終わり、5位のアルファレーシングが関西勢のトップだったのだ。いや、今回も実に見応えのあるレースを見せてくれました。次回のチャンプ耐久は来年の春を予定しておりますので、どうぞお楽しみに。今宮さん、丸山の編集長、今日は本当にどうもありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。